YouTuber トロフィーズです。本日はプレゼントする前、シャネさんに行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで6階に着きました。シャネさん、行ってみましょう。こちらですね、壁もすごい張っています。こちら、こちらですね、次の通信の徹夜場でも紹介されてますんで、よろしくお願いします。行きましょう。失礼します。お疲れ様です。よろしくお願いします。というわけで本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドトロ TV やばい。はい、というわけで本日はアニメコスプレーバーシャングリラさんに来ました。よろしくお願いします。ロコさんばかりなんですけど、今日はちょっと盛り上がってもう飲んでる感じですね。飲んじゃってる感じですね。氷結、氷結、氷結、チャットダニー。一人だけウイスキー結構飲める感じですか。飲まないと上がらないから。じゃあほんまにあったり気がするの。そういう、はい、化粧じゃないみたいな、そういう感じですね。あー、わかります。楽しみのシャンプリラさんですけど、はい、じゃあ一人ずつまず恒例の自己紹介から、はい、じゃあ言ってもらってもいいですか。はい、はい、ナホです。今日の衣装は艦隊のアイドル、赤ちゃんだよ。イエーイ。すごい。言っていい。ハードルを上げない。ミサです。カンコレの高尾です。はい、ナナミです。カンコレの島角です。はい、ファンタスティックです。カンコレの春菜です。はい、ということで4人今日は出ていただいてますけれども、はい、まあまあこのお店もね、なんか見た感じは分かると思うんですけど、このお店のコンセプトを店長の店とか、はい、このお店のコンセプトはアニメコスプレバーでして、あの女の子がみんなアニメとかゲームとか漫画のコスプレをして、で楽しくお客様とお酒を飲んでワイワイカラオケをして盛り上がるお店となっております。はい、はい。はい、終了。で、そのなんかおすすめ的なものってありますか、このお店の。おすすめ、はい、トマトジュースがめっちゃうまい。美味しいですね。トマトジュース美味しい。なんかちょっと特別ななんかやつ使ってるとか、そういう。あ、まあ、特別カゴメさんどれか違う。キリンキリン。キリンキリン。キリンキリンが美味しい。やっぱりね。そう、キリンさんもちょっとキリンさんもちょっとキリンさんもちょっとキリンさんいっぱいいるんで CM 使ってほしいですね。止まりますね。なんかい。じゃあこれでもじゃあゲームの方をちょっとやっていきたいと思うんですけど、今日はどんなゲームを用意してやってみるでしょうか。はい、今日のゲームはデレン、なんと、はい、なんと、なんとミッチだけど、うまい棒ハマグリ対決。めっちゃ強かった。おはよう。うまい棒ハマグリ対決で、はい、そうですね、一人三本を先に食べ切った人が、はい、勝ちです。なるほど、頑張ります。シンプル、シンプル、シンプルですね。味は選べます。じゃあ選べます。はい、これはあれですか、5人で。そうですね、5人で、5人でやって、あの一番遅い人がつけるっていう。そうですね、はい、わかりました。この食べ切ったっていう判定基準は、あ、もう視聴、視聴食べました、ね、ちゃんと口の中に全部入ったら、入った、入ったら、なの飲み込まなくて、入ったら、入ったら全部入れ切った。できたら OK。 これはあれ、開けとくのとか同じ。あ、もうダメです。あ、ダメだ、始まってからでしょ。はい、始まってから。これもこう一気に3本入っちゃったらどう。あ、わかりました。じゃあその感じで、はい、はい、では次ゲーム行く前にちょっと審判の2人を紹介したいと思います。えい、じゃあ
じゃあ、ゆるちゃん、みきちゃんです。どう？はい、最後に仕事をお願いして、ね、やっと人を手を挙げてもらって、自己申告してもらって、はい、OK って、OK って言われた人は OK です。はい。はい、一番最後の人が罰ゲームということで。はい。はい。はい、やっていただきます。はい。お願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい。さあ、これは5本目ですね。はい、まあ、これ全部一気に3本食べきった人なんで、はい、何でしたせーの、よーいスタート。タマ様、早っ早っ当たり悪い
れすごく強すぎる。先だね。ありがとうございます。はい。アニメとお酒が好き、シャングリラさんでした。ありがとうございます。ヤバ